キョコロヒー、で日向坂46、斉藤京子が、一番会いたい人、を告白。長年共演してきたヒコロヒーは、聞いたことがない、と反論して。19日深夜放送、キョコロヒー、テレビ朝日系、でアイドルグループ、日向坂46の斉藤京子の、一番会いたい人、をめぐり、共演する女性芸人、ヒコロヒーとぶつかり合う一幕があった。手相占いを実施日向坂46の卒業を発表した斉藤。そこで番組に何度も出演してきたタレントで手相占い師の島田秀平が、グループ卒業後の斉藤の今後を中心に占っていく展開に。斉藤の手相から、趣味とか特技とか自分の好きなことがお金につながる、と予想。さらに秋頃に、今までにないタイプ、全然違うジャンルの年の離れた同性の人と親友になれそう、と伝えていった。斉藤の会いたい人は、島田は、次の、冬あたり、とても自分が憧れていたとか会いたかった人と会えるチャンスが巡ってきそう、と指摘。います。会いたかった人、別に海外の人でもいいし、と島田が確認すると、斉藤は、大島優子さんです、とアイドルグループ、AKB48 の元メンバーで女優の大島優子が憧れの人だと即答した。納得できないヒコロヒー斉藤が大島への憧れを吐露すると、ヒコロヒーは、初めて聞いたけどな、3年番組やってて、大島優子さんが一番会いたい人って初めて、と納得できない表情を浮かべた。斉藤は、もうずっと言ってますよ、と反論し、以前の番組企画で、お土産をあげたい相手、を聞かれた際にも、大島優子さんってアンケートに書いてますから、と主張する。ヒコロヒーは、アンケートに書いてるの知らんから、見てへんねんから、と突っ込んで笑いを誘った。ヒコロヒーは初耳だったが、斉藤の一番会いたい相手が大島だと明かされた今回の放送。ヒコロヒーは初耳だったようだが、視聴者からは、確かにキョンコは前から大島優子好きって言ってたよね、その声が散見されている。また、斉藤京子さんは本当大島優子さん好きだよね。早く共演みたいな、大島優子ちゃんは実現してほしいな、と二人の共演を楽しみにする声も目立っていた。